人生の総資産を増やすグレートインベスターへの道、こんにちは、みちしろです。今回は人はどういう時に元気になるのかというですねお話をしていきたいと思います。というのもやっぱりですね昨今、ステイホームの、流れが続いてますので、緊急事態宣言が、延長されたりとか、あとはもともと緊急事態宣言出してなかったところが後からですよね、例えば広島とかもそうですけど宣言を出して、自粛モードにですねなっていってるという流れの中で、やはりもうこれはね日本全体だと思うんですけど、日本全体というか世界全体ですかね、人との接触がやっぱり減っていく、家にいる時間が長くなる、でやっぱりねこれはもう僕自身もそうですし、本当に多くの人を見てきて思うのは、一人ずっと家の中に、家族のね一緒に住んでる方もいらっしゃると思うんですけど、基本的にずっと家の中にいると人は調子を崩していく傾向があるということで、逆にじゃあ人ってどういう時に元気になるのかっていうことをやっぱり知っておくことって、とっても大事なんじゃないかなということでですね、最近ちょっと聞いた話を共有させてもらえたらなと思います。でもうねこれはもう北極老人、師匠北極老人がもう若かりし頃ですね、北極青年だった頃からですね、もうまさに北極老人が20代で受験勉強を教えていた時からの教え子であるですね高橋淳さんという方がいらっしゃいます。本で言うとですね限界突破勉強法っていうね本があるんですけど、受験の本がそこに出てくるんですけども、エピソードが高橋淳さんと北極老人とのエピソードですね。まだまだ受験勉強を始めた頃、北極青年のね20代だった頃にどういうふうに勉強を教えていたのかっていうね、そういったエピソードがいっぱい出てくるので、ぜひ、読んでみていただけたらなと思うんですけども、そのね高橋淳さんって医者なんですね。そんなですね高橋淳さんから最近聞いた話がありまして、それが、人がねどういう時に元気になるのかっていう、そんな話だったんですね。で人には副甲状腺というものがあると。でそこから副甲状腺ホルモンっていうものが分泌されるそうなんですね。でそれって、どういう時に、分泌されるかっていうと、周りに信頼できるね安心できる人がいて、こうリラックスしてて、その温かさをね感じてる、人との関係性の中に今自分いるなっていうふうに思った時に、副甲状腺からそのホルモンが分泌されるということなんですね。で逆にそれが分泌されにくくなる、なくなる時があると。それはどういう時かっていうと、その逆で隔離されている時、一人の時に分泌されなくなっていく。で分泌されないとどうなるかっていうと、簡単に言うと調子を崩すんですよね。気分が落ち込んだりとか、ちょっと鬱的になったりとか、ノイローゼっぽくなったりとかして、人はどんどん調子を崩していくと、そんな話をしてました。あとね免疫も低下していくそうです。その人と一緒にいる時ですよね。それをもちろんその状況どういう状況かにもよるとは思うんですけど、やっぱりね本当にこう気持ちがあったかくなる人ですよね、と一緒にいる時。もちろんそれは家族かもしれないですし、本当に信頼できる友人かもしれないですし、何かのね師弟関係かもしれないですけど、少なくとも誰かとその近い距離ですよねにいる、接触しているっていう状態の時、そしてその人から何かしらのバイブレーションですね、生命のバイブレーションを受けている時、人自体が何かのこう振動を発しているわけですよね。それはもちろん声の響きもそうですし、その人がそこにいることによって生じている影響だったり振動っていうのは常に僕ら受け続けているわけですけども、それを受けた時に細胞がそれを感知して、その、副甲状腺ホルモンっていうのを分泌すると、そしてそれがその人自身を元気にしていくっていう、そういう働きがあるそうなんですね。でやっぱりそれを考えた時に、今のね世の中の流れっていうのはその逆を言ってるわけですよね。どんどん人と人とのつながりが希薄になっていく、みんなスマホとかねインターネットの世界にのめり込んでいくような流れになっていて、実際の人との交流ってどんどん減っていってしまってますよね。最近ね知人からこれ聞いた話なんですけども、もうかれこれ1年ぐらいリモートワークが続いていると。でほとんど会社に行くことがなくて、職場の人とも会わない、ずっとリモートで会議したりとか、打ち合わせもやってるっていう話をしてました。だからやっぱりね人との接触っていうのはどんどん減ってきてる今時代になってるんですよね。でそんな時にやはり求められる人っていうのは、やっぱりその場にいるだけで周りの人がこう元気になるよね。別に何か特別な能力才能というよりかは、ただただそこにいるだけで笑ったりとかね
安らいだり安心感を感じたりあったかい気持ちになれるような人がね本当に今必要なのかなっていうのは感じてます。でこれはですね以前、北極老人がとあるカウンセラーの方の相談に乗った時の、話なんですけど、カウンセラーの仕事って何かって北極老人曰くですね、それは無意にして貸すことなんだっていうことを話したそうです。無意にして貸すとは何かですね、それは無意とはね、無、無限の無に意、ためですね、行為の意、それで無意と言います。無意にして貸する、貸は変化の貸ですね。貸すとはどういう意味か、それは何かの問題が起こる前にその原因を解消するっていうことです。何かの問題、トラブルの原因となるものがあったら、それがドーンと減少化する前にまだ出てきてない状態の時に解消しましょうっていうことを無意にして貸すっていうこと、っていうふうにですね北極老人は、そのカウンセラーの人に言ったそうなんですよね。だから何かしらのねこう悩みを持ったりとか問題を、潜在的なね問題を抱えた人が来た時に、それをこちらがね何かの意図とか作為を持って意識的に解決しようとするよりかは、ただただあったかいそのまんまの君がそこにいて、その人の気持ち、心をほぐし温かさを感じてもらうことによって9割方、その人の問題っていうのは解決してるんだよ。9割のそのカウンセリングの仕事の9割は終わってるんだよ。そしてその後はただ一緒に腹を抱えて笑ったらいいんだって、そんなことをですね伝えたそうなんですね。だから今ねやはりより寂しさとか孤独感っていうのが増していく社会ではあるんですけども、その中でそういった意図のない作為のない安心感、安らぎっていうのを感じてもらえるようなね自分になっていくっていうことがとっても大切なんじゃないかな。もちろんそれは家族同士もそうだし、職場の人だったりとか友人関係とか、それは全てにおいてそうなんですけども、そういった人が、やはり求められているというふうに、とてもとてもですね強く感じてます。でそのためのやっぱり一歩っていうのは、まずはね自分自身が元気になっていくことですね。自分自身が日々ご機嫌で生きることが大事です。それが自分自身の人生の資産であり、その資産が増えれば増えるほどその資産っていうのは多くの人に与えていくことができると、そういうような生き方をね、グレートインベスターとしての生き方をね一緒に目指していけたらなと思います。